はい、皆さん、日付変わりまして 配線開始から9時間半が 経過してます。ついに終わりました。といっても、ちょっと後で説明するんですけど、1つ、2つくらいかな、問題があるんだけど、はい、もう重い。どうですかね。もうだいぶ疲れました、これ。今右手に見える基板上にもちょっと持っていけないんだけど、ちょっとできたら写真を載っけますんで、後で。で、あとこっちは LED も配線して、今とんでもないことになってます。 とんでもないことに。俺ね、今タイマーで今日の差分の時間見てるんだけど、今もうすぐ8時間になるね。ずっとね、プナイプナイ戦争を聞きながらやってた。 しんどい。 あー、しんどかった。本当にしんどかった。いろいろトラブルがあってね。一つは4番の、なぜか多分ね、これスイッチ、T10 ソケットが悪いのだと思うんだけど、一番トップの LED がつかないね。で、LED のせいかなと思って、他の、まあ、ボタンの方に持っていくと普通につくから、多分4番の設置だけが、ソケットだけが悪いんでね。でもまあ、ちょっとそれは他の、もし時間があったらスタートボタンとの入れ替えとかで対応しようかな、か、もしくはまあ新しく買うか、ですけども。はい。とりあえず、なんかさっきから6番がたまに反応するんだけど、何なんだろうな。ほらほらほら。なんだろう。たまに6番がどっかショートしとんのかな。何か触ると。グラウンドだな。6のグラウンドがちょっとおかしい。まあちょっとこれは後で見ますわ。まあでも、まあ、普通に反応するんで。5もなんか反応し始めたな。触ってないんだけど。 上に向けてる間は特に。どっかショートしてんのか？いや、そんなことないな。全部ギボシでやってるしな。まあ、ちょっと行きますね。とりあえず、時間もあれなんで。まあ、パッと見、わからんと思います。ちょっと。まあ、なんかついてるなっていうぐらいで。で、まあ、もちろん、スタートとセレクトも、います。で、ちょっとまあ後で暗くするんですけど、今ちょっとお気づきの方も今いるかもしれないんですけど、ごめんなさい、今、マイク当たりました、口が。ちょっと配線というか、回路図がやっぱ間違ってたなっていうのが一つあって、スイッチ信号から、スイッチ信号と LED 信号がまあ交差するんだけど、合流するんだけど、やっぱ逆流してて、スイッチ側に電流が流れてそうです。なので、一つ押すと、ちょっと流れて、LED の方にも、他の LED のも流れてしまって、反応してます。ちょっとだけ色ついてるね。この色と、
この色ちょっと違うと思うんだけど、ちょっとうっすら色がついちゃってて、で、これ解消す、多分解消するには、スイッチの、じゃなくて、線根から来る信号線に LED、整流ダイオード、ごめんなさい、LED じゃないですね、整流ダイオードをかましたら、うまくいって、うまくいったんで、ただちょっと今からね、その配線をね、やる元気がないんで、とりあえず、ちょっと色が薄くつくけど、もうこれで活かしてもらって、ちょっと線根とか全部大完成して、もうしばらく経ったら、セールダイオードつけようかなと 思います。本当にな、それぐらいね、今心が折れそうなぐらいしんどくて。で、ちょっと、せっかくなんで、電気落としてお見せしたいなと思います。消します。真っ暗。押しますよ。ほら、ちょっとね、やっぱ色が出るんだよ。たまに録画やっぱ反応するのは、やっぱちょっと、これ後で見ようかな。むっちゃ部屋が明るい。あ、めっちゃってわけじゃないかな。なんかやっぱ、やっぱ全部つくんだよね。で、スタートボタンもほら、連動して、今右上の方にあるスタートボタンも、スタートセレクトしても、こっち側つくから、これはこれで、どうなのっていう。はい。なんとか、まあ、形にはできたかなと。完璧ではないですけどね。また、どっかで修正は かけますけども。なんせケーブルがどえらいことになってまして。でね、このまあちょっとさっき言った変な流れ方しとんで、それのね、原因特定にすごい時間今日使わされて、もうヘトヘトです、今日。ヘトヘトなんです。ヘトヘトです。今日は疲れました、本当に。これで、また明日月曜仕事。無理だ。無理だ。ちょっと、じゃ写真を。はい。はい。ごめんなさい、本当に疲れちゃって。ちょっと6番気になるのな。急にだな。はい、じゃあ、まあ、とりあえず、6番気になるな、すっげえ。すっげえ気になるな。なんか衝撃で反応してる。あ、やっぱここだな。どっかが設置しちゃってるんだと思うんだけどな。まあちょっとそれは原因を、俺が触れなくなったら動くのやめてほしいんだけど。単に触れてるだけか、これ。
そうでもない。あ、硬い。この状態でちょっと放置。反応してない？してないね。ボタンを設置。なんかおかしいわ、これ。よし、まあ、とりあえずこれは後であります。はい、じゃあ、第4工程の LED 配線はとりあえず終わります。また6番が反応し始めた。はい、じゃあ次は線根の下を削る作業に、これと、あともう一個、こっちにまあ青のやつあるんだけど、青の、まあいいか、削って土台を作って合体させます。はい、じゃあとりあえず終わります。9時間45分で終了ということで、お疲れ様です。俺がお疲れ。俺もお疲れ。